ペシャルゲスト、なんと女子ライダー、お尻痛くなった人で言ってな。ありがとうございます。サッカー決めんだよ。はい、どうもレンです。あ、ゲンです。はい、今日ねツイッター僕ら始めたじゃないですか。ツイッターね、うん、始めたね。今レン君フォロワー何人やと思う？フォロワー、うん、え、分からん。何人？え、なんと驚きの10人弱。まあ初めてね、もうね2ヶ月弱ぐらい経ってるわけですよ。それで10人弱ってあんま良くないなと思って。10人しかおらんねや。そう、僕思ったことがここだけあって、やっぱり僕らに足りないものは、インスタ映えちゃうかと。インスタ映えね、ツイッターやのにインスタ映えね。一緒やから SNS 一緒だから、やっぱり今日インスタ映えツーリング、これやっていこうと思います。どうした？インスタ映えツーリング。インスタ映えツーリング、うん、何をすんのよ。いけると思う？インスタ映え知ってる？結構いっぱい。知らんよ俺。知らん。だから今日スペシャルゲスト呼んできました。スペシャルゲスト、うん、なんと女子ライダー。どう？マジ？うん、じゃあこちらルミさんです。おお。よろしくお願いします。お願いします。ルミさん。ルミさん、はい、はい、ルミさん、お願いします。はい、今なんとバイクの教習所に通ってて。あ、今通ってる。うん、今通ってて、でもうちょっとで取れそうかなっていうところです。そう、次期女子ライダー、うん、あー、なるほど。立ちゴケマスターって呼んでください。立ちゴケマスター。教習所で立ちゴケしまくってる立ちゴケマスターのルミ。なるほど、よろしくお願いいたします。お願いします。早速やねんけどルミ、お願いがあって、インスタ映えツーリングしたいんだよね、うん、だからどこ行ったらインスタ映えできるスポットとかなんかさ、ものがあると思う？やっぱでも一番映えるのはラーメン。ラーメン。ラーメンは間違いなく映える。え、だってラーメンってスタバじゃん。ラーメンってスタバ。同じカロリーだから、カロリーで考えたときに、はいはいはい、やっぱスタバって映えるじゃん。で、同じカロリーのラーメンも絶対映えるはずなんだよね。なるほどね、うん、それでじゃあラーメン食べに行こうか。それでいいでんな。俺は全く賛同してへんぞ。お前女の子の言うことやから何でも OK やと思うね。ラーメン食べに行こう。じゃあ行きましょうか。レン君。はい。じゃあ今タピオカ向かってんねんけど。タピオカ行くのね。え、ラーメンじゃなくて。え、ルビー今タピオカって言ったやんな。まあ実質ラーメンもタピオカも変わんないから。なるほどね。腹に入れば全部同じ。あ、オッケー。今ねルビーさんにはね、一応僕の後ろにまだ免許持ってないんで乗ってもらってるって感じなんですけど。あ、タンデムしてるんやね。そう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 。まあ一応ねルビーもねバイクの免許取ったら一緒にツーリング行きたいね。そうやね、一緒に行きたいね。ぜひ連れてってほしいですね。うん、やっぱ納車でたくさん立ちゴケ見してくれるのを期待してるから。立ちゴケマスターやマスターしちゃってるから。ぜひ映ってないところで。まあそんな感じでね、今からまあラーメン戻りタピオカをね食べに行ければいいかなと思って。食べに行こうか。レン君さあ、前から、ま、ずっとさ女子ライダー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 うるさかったもんな。今日めっちゃ嬉しいんちゃん。いや、ボーリング行きたかったよ。まあまだタンデムやけど、これでも最高ちゃう。あのデイちゃんお前言ったけどそれてこいからな。マジでルミなんか言ってはるわ。レン君なんか言ってはるわ。今度こちら乗せてくださいね。あ、乗せます。ルミちゃんそれ寒くない？大丈夫？いや、大丈夫ですよ。なんか俺着替えあるし。いやそれは貸してやめたくない。それは貸してやめたくない。ちょいちょいちょい、あかんあかんあかん。犯罪やからそれ。あ、そう。ルミはさ、うん、なんか乗りたいバイクとかあんの？でもやっぱなんかこう女性が乗ってなさそうな、はい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 、すごいごついバイクとか乗りたいなっていうのがあって。あ、なるほどね。もうなんで乗りたいかっていうと、こうなんか RPG とかでもすごいか弱い女の子がすごい大きい剣を持ってるとか、すごい大きな大砲を持ってるっていうギャップが燃えるじゃないですか。なるほど、ギャップ燃えってやつね。それを意識していきたいと。だから、まあ、女性があんまり乗ってなさそうなすごい大きいバイクとかに乗ってみたいかなっていうのはありますね、はい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 、いいね、大型はいいぞ。黙れお前、大型は免許持ってへんよ。大型はええぞ。それな、生で見たことないねん。あったことないな、ほんまに。生で見たことないねん、それ。でも、ルミ気をつけてな、やっぱバイク乗ると変なおじさんがおるからさ。
ウミカみたいなの、うん、レン君みたいな、レン君みたいな、ああいうのが結構気をつけた方がいい、本当に、うん、ルミちゃんさ、はい、バイクの後ろタンデムしてるけどさ、はい、お尻痛くない？大丈夫ですよ。あ、大丈夫？あ、なんかバイクのタンデムってやっぱ結構お尻痛くなるからさ、なんかあの大丈夫かなと思ったお尻。大丈夫ですよ。うん、痛くなったらお尻痛くなったらすぐ言ってな。ありがとうございます。レン君めっちゃケツキにするやん。じゃやめてあげて。女の子やから。大丈夫かなと。お尻お尻。ことを代弁してくれた。ちょっと待って。待って、レン君動揺しすぎて、なんか普段からさ、センさ心配しすぎてさ、演奏して持ってるよね。やっちゃった。動揺しすぎた。でも気をつけた方がいいで、ああいうのが一番やばいからほんまに。ビルフリって言ってもさ。演奏とかのレベルじゃないやん。そう。レン君さ、あ、さっきからさ、結構ルミのこと気に入ってんな。そう、うん、まあ俺ジェントルマンやからさ。ジェントルマンな、うん、あ、ジェントルマンじゃないの、ジェントルマン。ウルトラマンみたいな、ウルトラマンみたいな感じだ。ジェントルマンじゃない、ジェントルマン、ジェントルマンじゃない。じゃあ、もうぼちぼち着くよ。あー、もう着くんやん。タピオカ、タピオカ店。あー、いいよ、めっちゃいいよ。うん、え、ラーメンなのかタピオカなのかどっちか、結局最終はどっちなん。まあ言うたらラーメンもタピオカも一緒なんで。それでいいねんな、お前は。ルミもいらんこと吹き込んだあかんで、レン君に。よく分かっていらっしゃる。ラーメンの極意。ありがとう。ルミちゃん、ぼちぼちつくけど、喉乾いたりしてる？大丈夫？いや、今のところは大丈夫かな。あ、でも全然水とかお茶とか買ってくる。優しい。全然。うん。あ、でもな、レイ君、うん、今からタピオカ飲むねん。あ、そうか。そうやねん。じゃあ、タピオカ飲むねん。じゃあ、はい、レイちゃん。はい。タピオカ買ってきましたよ、ほら。いいやん。美味しそうやん。ちょっと俺、タピオカ飲んだら多分喉乾くと思うし、ルミちゃんの水買ってくるわ。え？ルミ喉乾いてる？うん、まあ、まあ、うん、まあ、でも大丈夫です。ちょっとレン君やばないですよ、来たら。あれじゃない、いや、ちょっとやばいね。あ、やっぱルミもそう感じてんの、うん。まああのさ、レン君帰ってきてちょっと先荒れすぎるから、うん、もうほんまに許可するから、レン君パチン行っていいで、うん、キモいんだよ。やっぱ教えてあげるのがやっぱ優しさやと思うから。あ、うん、いいの？叩いちゃって。うん、オッケー、やってもうて。あ、そうなんだ。むしろやってもうて。あ、じゃあレン君のルミ飲んでいこう。オッケー。ルミちゃん、ルミちゃんどれやったっけ、これか。じゃあ俺ストロー刺すわ。いい？刺すぜ。でもさっきは決めんだよ。